重宝刀剣類、登録証重宝刀剣類登録は、重宝刀剣類所持等取締法第14条の規定により、美術品もしくは骨董品として価値のある、ひなわ式重宝などの古式重宝、または美術品として価値のある刀剣類を、各都道府県教育委員会が登録する手続きで、ある。美術品や骨董品としての価値がない。 通常の拳銃などは本手続きの対象とならず、都道府県公安委員会の銃砲刀拳類所持、許可手続きが必要となる。何人も、銃砲刀拳類所持等取締法及び、軽犯罪法により、銃砲刀、剣などの所持を禁止、または、制限されているが、美術品もしくは骨董品として、価値のある、ひなわ式銃砲などの古式銃砲または、 技術品として価値のある刀剣類についてはその所持を希望する場合教育委員会の審査を受け登録を受けることにより所持、譲渡、相続を認められるようになる誤解されやすいが登録を受けている重宝刀剣類は都道府県公安委員会の重宝刀剣類所持許可は必要ない登録は 重宝刀券類そのものに対してされるので、所有者に対する適正検査のようなものはない。昭和刀、満鉄刀、造兵刀などの名称で呼ばれるものは登録の対象にならない場合が多い。重宝刀券類発見、重宝刀券類を発見したら、まず、収納袋やケースに、重宝刀券類登録証または、重宝刀券類所持許可証がないかを探す。 刀剣の場合は、こしらえやしらさやに貼り付け、刀袋に縫い付けてあったり、そこの方に入り込んでいたりすることがある。金庫や、書庫などで登録証のみ別に管理している場合もある。鑑定書などが添付されている場合もあるが、これらは登録証ではない。登録証がある場合は、所有者変更届を提出すればよいが、許可証の場合や登録証が見当たらない場合は、 発見地を管轄する、警察署に速やかに届け出る。発見届け出をするマイナス登録証が見当たらない場合は、速やかに、発見の状態のまま原品を持参し、重宝刀券類発見届出証を提出する。あらかじめ警察署に電話連絡しておくのが良い。届け出が受理されると、重宝刀券類発見届け出済証明書が、 即日または後日交付されるので、審査を受けるまでは、原品と共に保管する。この時点では審査までの所持が認められたに過ぎず、届出者は、重宝等権類登録規則第1条4の規定により、審査を受ける義務が発生する。上渡等は、引き続き認められない。他者が手にすると、渡したものはもちろん、手にしたものも処罰される恐れがある。 所持を希望しない場合は、その旨を申し出て、任意提出の手続きをし、処分してもらう。届け出をしないまま所持していると、重宝刀権類所持等取締法の不法所持罪となる。重宝刀権類登録申請書の提出、都道府県により異なるが、教育委員会からの連絡を待つ場合と、登録希望者があらかじめ教育委員会に出頭する場合がある。 登録申請書は都道府県により事前に提出する場合と審査日当日に提出の場合がある。申請書提出時には審査手数料が必要。発見届でした警察署から教育委員会には重宝刀券類届出済証明書発行者名簿が送付されるので連絡を待つよう案内された場合はこちらから住所氏名を連絡する必要はない。 登録審査会で審査を受ける。刀剣類発見届出済証と原品を持参し、案内された日時の審査会で審査を受ける。代理人の参加も可能であるが、委任状が必要。正当な理由なく、審査を受けないと、法により不法所持罪で処罰されることがある。重宝刀剣類登録証交付から審査の結果、登録可能であれば交付される。交付された。 登録証は以降審査対象となった現物に変更を加えない限り有効であり更新は必要ない登録できない場合は審査会に警察官が立ち会っている場合はその場で立ち会いがない場合は速やかに発見届を提出した警察署に相談の上放棄する場合は任意提出し処分してもらう刀の場合歯がついた 刀身以外の部品は希望すれば引き続き所持できる。刀剣類の場合は専用の保管庫などは求められないので事故がきちんと管理できる場所に受宝刀剣類登録証とともに保管する。犯罪誘発や悪用防止の点から公衆から容易に発見や持ち出しができる場所に保管することは望ましくない。ありがとうございます。